こんにちは、よろしくお願いします。調布市に住んでいて、往診だけで治療をしている村川うぐいと申します。もう来年でだいたい10年ぐらいなんですけど、40過ぎてから鍼灸の学校に行って、それで、なんとか試験に合格して、で私はどちらかというと鍼灸の学校行きながら志らくをしている先生と出会うことがすごく多かったので、もう学校にいる時から志らくがついててくれたというか、ついて回ったというか、そういう感じで、開業した時ももうすぐに志らくで治療を始めました。でも、この清潔志らく研究会で、やっているその清潔志らくの方法ではなく、大体全てのツボから清潔から志らくをして、あとは水玉を使ったりとか、そういう治療をずっとやっていたんですけれど、もっとこうスムースに時間もかからず患者さんの負担も少なくできる方法はないかなと探していて、出会ったのがこの清潔志らく研究会でした。本当になんかすごく画期的で、時間もだんだん短くなってくるし、自分でも患者さんも今自分の調子はどこが悪いのかが分かるようになるっていうのがすごく素晴らしいなと思ってずっと続けさせていただいてます。で、最近お腹をこう押して、さっきやったみたいにお腹を押してどこの調子が悪いかをまず腹診で見るっていうので、おへその周りで痛いところがなかなかこう清潔志らくをやっても取れないことが時々あったんですね。でここに書かれているように、40代の男性 K さんっていう方なんですけど、少しアレルギー症状のある方なんですけど、なんかここのとこずっと仕事しててもとにかく腰のあたりが重いっていうことで、見てみたんですけど、どの辺が痛いか、重くて痛いかっていうと右の上部あたり、それでさっき稲増先生が叩いてみてくださいって言ったように、私は背中の上から私が叩いてあげて痛さを聞いたところ、左と右を叩くと右側の腰の上の方がお腹に響くような痛たたたっていうぐらいな感じの痛みがありました。その後お腹を押してみると、やはり右側のおへその斜め上のところで、だいたい腎臓の痛み、腎臓の交感神経の興奮の時に起きる痛みがあるなと思って、腎臓から下に斜めに下がってくるとずっと痛い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 と、左側はないんですけど右側だけあったので、ああこれは腎臓だなと思って、さっき先生が言ってくださったように、左からまず腎臓の治療を志らくをしてみました。だいたい30滴から40滴取ったところでお腹を押してみたところ、その痛さが少しなんか右側楽になったなということで、今度右側を同じように志らくをしてみました。その時にあれまたなんかさっきよりいいよと、徐々になんか痛さが減ってくのが分かったので、あこれはいいと、これはすぐ楽になってもらえるかなと思って、続けました。で立ってもらって腰の痛みを叩いてみると、叩いたその痛み
重い腰痛はかなり減っていたので、1回目のその左右の F3 ですね、腎臓のところの清潔白子をしたら、随分お腹も叩いた痛さも楽になっているということで、さらに左右にまた30滴から40滴を結局4回繰り返しました。それでもうなんか腰痛はもう痛くないって言って、ああよかったって、私もよかったと思って、でもじゃあさっきのお腹もう一回見てみましょうねって言ったら、おへその右側の横にまだ そこは痛いっていうですね、なんかそこだけ残っちゃってて、あ残ってますねって言って、これは何かなと思って、右側だからじゃあ肝臓かもしれない、でもまあ肋骨の際を押したんですけど、そこは別に痛みはなかったですけど、右に出るのは肝臓が原因のことが多いで、盲腸はやったこともない方なので、右に盲腸をやった人なんかは盲腸の傷の跡も原因になることがあるんですけど、それはないなと思って、次は肝臓の治療を、F2 と F6 を30滴ずつ、やったんですけど、圧はそのまま、いや先生まだ痛いっていうので、じゃあ今度はこの辺は胃腸だなと思って、じゃあ反対側の胃腸の治療をしようということで、反対側の F1F6、 さっき胃腸のって言ってやってくださったと同じところですね、そこ30滴ずつ清潔しらくしたんですけど、まだ痛いと、だんだん私もなんかこう最初は良かったんですけど、その後が全然変わらなくなって、かなり焦って、いや取れない、どうしよう、このまま帰るわけにはいかないし、往診なので明日来ますという、様子見ましょうというわけにはいかないし、もう一回ちょっと考えてって思って、そうだ、この人アレルギー症状があるから、もしかしたらそのせいで痛みが出てんのかなと思って、ここで手足の薬指の H5 と F5 をやってみたんですけど、変わらないんですね。ああ全然変わらない、どうしようってすごく焦りまして、でじゃあ逆だ、交感神経緊張してたんだから、腎臓も緊張してたんだからと思って、今度逆の H6F4 をやったんですけど、変わらないんですね。もう、こうほとんどの指に穴が開いてしまった状態で、昔私がやってたのと同じようなことをまた繰り返してしまっていると思って、ちょっと冷静にならないといけないと思って、よく考えてみたんですね。でも小腸系、この辺腸だし、小腸系もしかしたら腸の調子悪い時にいいというのは聞いたことがあったので、小腸系をやってみましょうということで、小腸系やりました。小指の H4 から30滴取ったところ、あ、先生楽になった、痛くないよって言って、それでスッて取れたんですね。もうなんかほっとしましたし、患者さんもなんか申し訳ないと言われるような感じになっちゃうんですね、いつまでも痛いと。だからお互いに、いやよかった、取れてよかったですねということで、その小腸系、最初右手の、H4 をやって、今度さらに左手もやって、もう一回右手で左右やったんですね。そのところをもうこれ以上痛みないから大丈夫っていうぐらいのお腹をしても痛さがなくなりました。で、その方には足の小指の F3 と手の小指の H4 に、その最初の腎臓の F3 ですね、それから手の小指、その小腸系の
H4 に、仕事をしている時男性で、デスクワークもするんですけど、いろいろこう細かい作業で手を使ったり手を洗ったりもする方なので、ピソマを貼るのがちょっと邪魔になるのがちょっと嫌だっていうことで、とにかくじゃあもう仕事から帰ってお風呂に入ったら必ずこれを貼って、で清潔を血を取った30回分トン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 叩いて、で自分でできたらお腹を押して様子見てくださいねって、できればそれを1週間ぐらい続けて様子見てください。でその間も私も時々メールをしたりして聞いていましたけど、前ほどの腰の重い痛みも出ず、お腹を押してもそんな痛さはこの前みたいにはないですっていうことで、楽になったということでホッとしました。でその同じ方が、その同じ年の12月ですね、ここにも書かれていますけど、年末で忙しくてもうかなり小さな IT の会社の社長さんやってらっしゃるんですけど、とにかく忙しくって、精神的にもなんか会議も多いし疲れちゃってますっていうことで、またそれで腰、そのせいか腰が痛くなってきましたということで、背中を前と同じように叩くと腰の上部右側に響くまた痛みがあったんですね。ああこの前と同じですねと言いながら、じゃあやっぱり腎臓の治療をしましょうということで、それでお腹も見たんです。でやっぱり右上から恥骨の上まで同じように痛みがありました。だひどくならないうちに今回も治療しましょうということで、治療をしたんですけど、左右の腎臓の F3 を30滴から40滴、それで、やっぱり腎臓の圧もで腰の叩いた痛みもなくなりました。ところがまたおへその横が痛いということで、飽きたなと、今回はすぐ小腸系やっちゃうぞということで、また小腸系の右手の小腸系の H4 から30滴取ったんですけど、痛みが消えないんですね。今度はね、この前みたいにうまくいかなかった。でじゃあ左も行きますよということで、左もやったんですけど、それもやってもお腹をして、先生まだ痛いって、この前と同じだねとか言われちゃって、いやどうしようかなっていうことで、結局また肝臓に戻ったわけです。で肝臓の F2、F6 を30滴で、圧がまだ変わらないですということで、今度胃腸の F1、F6 を30滴で、ここでも変わらずで、結局副交感神経抑制する H5、F5 薬指でも変わらずに、交感神経抑制も変わらなかったんです。すっごいもう焦っちゃって、もうそこでもうこの前と同じ、すごく焦って、どうしたらいいんだろう、またこの人の指が穴だらけになっちゃったなと思って、もう一回考えて、まず腎臓の治療を、痛みがあったのが楽になったんだから、腎臓と関わってる臓器は何かって考えた時に、他の患者さんの治療した時に、心臓の治療と同時に腎臓の治療をして、心臓も楽になったこともあったので、そしてこの人心身ともに疲れてるってご自分でも言ってらしたので、そうだ、じゃあ心臓の治療をやろうと思って、心臓の左手の小指の H3 から30滴取りました。そうすると押してもらったら痛みが軽くなって、で、右手の小指 H3 からも取ったんですけど、またお腹が楽になってきたって言ってもらいました。そして
さらにこの左右の H3 を30滴ずつ2回目ですねやったところ、あのおへその右側のところにあった痛みが、この今回は心臓の治療で楽になりました。あの前と同様にそのソフトピソマというのを貼って続けてくださいということをお願いして、あのなかなか会社の社長さんで年末忙しいということで間にはできない日もちょこちょこあったようなんですけれども、あの1週間後には腰痛も楽になってお腹を押しても痛くないということで無事に年始を迎えられたという話を後から教えてもらいました。あのこの時に心臓を治療する前にできたら心臓の確認をするので、こう深呼吸をしてもらって、その後にあの志らくを心臓の H さんをやってもう一回深呼吸をしてもらうと、あの心臓に効果がある時は深呼吸の息の入り方とか入った場所がすごく楽になったり、奥に入ったり下にお腹まで息ができるようになったことなることが多いんですけど、あの今回はその検査がお願いできず、なんか私も焦ってしまって、それを確認のために取り入れたらもっと良かったんじゃないかなと思いました。あのでもこんなに焦っていてはダメだなと思って、もうちょっとさらに勉強をしなきゃいけないと、あのすごくこの時感じて、まあ、患者さん あのたまたまこういう症状だったので、あの協力してもらえ、逆に私が協力してもらえたという経験をしました。そういう治療があってて、他に今私のその往診をしていることで、あの一つ皆さんに今回お伝えしたいなと思うことは、あのここに書いてある赤ちゃんの便秘なんですけど、生後3ヶ月の女の子を授かったご夫妻の、治療にお家に行きました。旦那さんは夜勤の仕事があって、そのちょうど夜勤明けで結構疲れているところで、ぜひ2人治療をしてくださいということで行ったんですけど、あの片方が治療している間に片方の治療を、片方が授乳している間に、あの奥さんが授乳している間にご主人の治療をして、でその後交代でご主人が赤ちゃんを見るという形で、あの脇でもおっぱいあげてるお母さんがいて、お父さんが治療してるっていう。でも私は理想的にこのタイプの、その一緒の部屋でそうやっているっていうのはすごくあのいい感じの空気が流れるというんですかね。あの疲れてる人がそばで楽になるという状況が多分赤ちゃんにもいいんじゃないかなと、あのいつも感じてます。これはあの赤ちゃんだけじゃなくて、例えば子どもたちもお父さんお母さんの治療をしているあのそばにいるだけで、なんか興味を持って見てくれて、お父さん疲れてんだねって、私もなんか手伝いたいなっていう子どもも中にはいたりしますし、あのここでお父さんの疲れを取って、あのみんなで週末楽しく過ごせるねって思えるあの元にもなるんだなと思うと、あの往診の良さというのはそういうのもあると思います。そしてあの2人の治療をしながら、赤ちゃんは元気なんですかと尋ねると、あのいやこの子生まれた時から便秘気味で、あのもうすぐ周囲の人に勧めてもらって、綿棒でオリーブオイルを必ずうんちが出そうな時はとか、あのだいたい出そうな時間帯になるとオリーブオイルを塗ってあげるんですと、そうすると出てくるんですと、そうしないと出ないんですっていうので、そうしないと出ないんですかって、じゃあこの子は
いつまでオリーブオイルを塗ってなきゃいけないんだろうと思うと、これが大人になるまで続いちゃうのかなとちょっと心配になって、でも赤ちゃんってそんなに生まれた時から便秘が続くもんかなと思ったんですね。もしかしたら赤ちゃんも自分で出す力は本当あるんじゃないのかなと思って、でそれを助ける意味で赤ちゃん のお二人の治療が終わった後に赤ちゃんの左足の親指の F1 と F6、 親指と人差し指の F6 にそのソフトピソマというのを貼ってトン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 しながら、うんち出るといいねってね、出ないと困るよねって言って、気持ちよくうんち出したよねとか言いながら、赤ちゃんに話しかけながらトン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 叩いて、でお父さんとお母さんにもここがいいですよ、この場所が排便排泄とかに役に立つところですから、お二人もやってあげてくださいねということで教えてあげながら試しにやってみせたんですね。そうするともうやってる鼻から赤ちゃんが、私の顔が面白いのかすごい笑うんですよ。で、なんか喜んでくれてんだなと、私の顔が楽しいのかこの治療が嬉しいのか、とにかく喜んでくれてよか嬉しいなと私も思って、さらにこう声をかけたりして話しかけるとまたキラキラ笑ってくれるという感じで、でその笑いながらじゃあちょっと足曲げたり伸ばしたりとかしてたんですけど、よく動いてくれるんですね。でお父さんやお母さんにも試しにやってその場でやってもらって、でできるだけこれをしばらく続けてくださいねと言って、で赤ちゃんなので、まあ、まだ生まれたばかりでそんなに舐めるほど、足を舐めるほどではないんですけど、終わったら取ってやる時に貼ってで繰り返してやってあげてくださいということで2人にお願いしてやってもらうようになりました。でまあ目安はだいたい1週間ぐらい続けてみてくださいということでお伝えしたんですけど、もうその日からオイルを塗らずにうんちが出たそうです。で良かったなと思いました。だからそれが続けば赤ちゃんはオイルを一生塗らないでも済むんだろうなと思って、多分お母さんは初めての子育てでいろんなことが心配の中の赤ちゃんのうんちが出ないことでとにかく何とかしてあげたいと思った気持ちが毎回オイルを塗ることになっちゃったんだと思うんですね。でそうやって排便がある、ちゃんと赤ちゃんのうんちが出てくるということでお母さんの不安も減るだろうし、それは赤ちゃんにとってもお母さんの不安を感じるんだと思うので、逆にスムースにこう体のいろいろな排泄とか、細胞の活発さがもっと出てくるんじゃないかなと私はその時すごく感じました。でそういう中で気になったのが、お母さんが治療している時お父さんが赤ちゃんを抱っこバンドで、今みんな抱っこバンドですよね、抱っこして、寝かせているんですけど、とにかくベッドに寝かせると起きちゃうんですよ、泣いちゃうんですよっていうことで、お父さんも大きく体を揺らしながら抱っこバンドでこうやりながら、何をしてるかっていうとトントンしながら片手にスマホを持ってこうスマホを見てて、なんか寝かせて無理やり寝かせてるように私は見えたんですよね。とにかくなんかスマホに自分の意識がいっているという感じで、なんか違和感をまず感じましたね。で今度そのお父さんの治療中ですね、今度お母さんが赤ちゃんにお乳をあげた後にゲップで出さないとねつってトントンして、ゲップも出てよかったよかったっていうことでおむつを替えたりして、また抱っこバンドをするとまたお母さんも同じように揺らしながらスマホなんですよ。でとにかく会話がまずないのと、それでとにかくもう
気持ちは2人ともスマホに行っちゃってて、なんか変だよって思ったんですね。私もとにかくその赤ちゃんの便秘のことを教えてあげて、治療を終えた後に「それおかしいよ」って言うよりもちょっと軽くですけど、もうとにかくトントンするときは話しながらやってあげてくださいって、時々体も動くようにした方が赤ちゃん動けて便秘も余計に治りやすいですよっていうことと、あとお母さんとさもスマホ見るより赤ちゃん見てあげてねっていうぐらいなことで、ちょっと自分たちにも気づいてほしいなと思って、簡単に言ったんですけれど、そういえば私たちそうだねってその時に言ってました。なんか確かに寝かせることばっかり考えてたかもしれないって気づいてもらえて、その時向こうから言ってもらえたので、よかったなと思います。多分今のお父さんお母さんはとにかく仕事も忙しいし疲れているのは分かるんですけど、どうしてもなんかスマホ見ることが自分の時間を作ることになってしまってるところもあるんじゃないかなと思って、2人で赤ちゃんをせっかく授かったんだから、2人だけじゃなくて3人なんだからねっていう話をしたところ、確かにそうですねって言って、3人と2台になっちゃってたかもしれないですっていう話をしてくれて、こういう若いお母さんが今電車の中でも結構多い、電磁波とかは私はよくわからない、見えないですからよくわからないですけど、赤ちゃんの頭の向こう側で必ずスマホをやってるお母さんとかいて、もう少しこう話しかけてあげたりとかできたらいいんだろうけど、気持ちがそっちに向いちゃってんのかなと思うことがよくあります。でももし気づいて自分たちが気づいて、そこでちょっとルールを作ったりとか生活の仕方変えてもらえたらと思って、今回は自分たちにも気づいてもらえるようにお話をしてみました。やっぱり治療する2人とか治療する相手だけでなく、往診というのは周りで家族が見ていて、で誰かが楽になるとそれをそばにいるだけで何か気持ちが良くなったり、なんか治療した方だけじゃなくてその日の夜はみんなぐっすり寝れたとか、よく話を聞くんですね。そういうこともあるので、治療する風景とか治療しているそばに誰かがいるっていうのも、大きく見ると見えないいい気が流れてるんじゃないかなとすごく感じました。だから往診っていうのもそういう良さがあるので、もしやってない方がいたら試しに試みていただけたらなと思います。今日はこれで終わります。はい、答えられれば答えられる質問をしてくださいありがとうございます。はい、どうぞ。今スマホの、ね、お話がありましたけど、はい、僕は、そのこともそうなんですけど、今最近言われないかもしれないけど、電磁波